オリオン CD ラジカセをご紹介します。 CD ラジカセとはコンパクトディスク、ラジオカセットレコーダーのこと。その名の通り CD にラジオとカセットテープレコーダーが付いた音響機器。80年代に流行した大型の CD ラジカセ、当時の価格で10万円以上したため私は買えませんでした。というか今より物価安かった時代に10万円ってすごいですよね。あれから30年以上が経ち、令和のこの時代に CD ラジカセが新発売。スマホとイヤホンがあれば手軽に音楽を楽しめる時代ですが、物欲と好奇心が勝ってしまい、気がついたら購入ボタンを押してました。 CD が出始めたのが1982年。後に没頭するミニ四駆が発売された頃、その後ファミコンの発売やディズニーランド開園など様々な出来事がありました。大型の CD ラジカセが流行ったのは80年代後半、ちょうどバブル経済にあたる時期。とにかくでかくて角張った戦闘機のコクピットを回せるメカメカしいボディ、多機能なハイテク筆箱みたいな魅力的なギミック、音楽はスマホで聴くという今の若い人から見ると逆に新鮮に感じるかもしれません。今回ご紹介する CD ラジカセの特徴はこんな感じ。通常 CD ラジカセは CD とラジオとカセットが聴ける音響機器。今回の CD ラジカセは当時は付いていなかった Bluetooth 機能が搭載、ワイヤレスでスマホと接続して音楽を楽しむことができます。レトロな見た目と裏腹に MP3 データの再生も可能。リピート、ランダム、プログラム再生やホルダー変更もできます。カセットへの録音はもちろんのこと、USB やマイクロ SD カードに MP3 データで録音できます。 CD やラジオ、マイクなど様々な音源を録音することが可能。昔撮ったカセットをデジタル保存できる便利な機能。マイク入力は2系統なのでマイクを2本挿してデュエットもできちゃいます。電子エコーやマイクボリューム機能もついている結構本格的な仕様。箱からしてめちゃデカサイズ、正面はなんか Windows のスクリーンセーバーみたいなデザイン、横には CD ラジカセのイラストと商品の特徴が書いてあります。それでは開封していきましょう。こちらが CD ラジカセ本体、幅 670mm のド迫力サイズ、奥行きは 180mm、 高さ275mm、 重量は 6.8kg、 飛行機の機内持ち込みでギリいける重さ。 13.5cm ウーハーと 3cm ツイターの 2way タイプ、低角出力 10W プラス 10W、 総合 20W となかなかのハイパワー。サブスクで音楽を聴くのが主流の時代によくぞ出してくれましたっていうアナログなデザイン。きらびやかでかなり豪華な雰囲気ですが、昔の日本製ラジカセと比べるとチープ感は否めません。ただこういうレトロな形の CD ラジカセって今では中国にある工場1社でしか作ってないと思うほど、そう考えると令和のこの時代に昭和を感じられる商品が新品で買えるのはありがたい。昔はラジカセにテレビだったりレコードがついたものもありましたが、そういったものは復刻するの難しいんでしょうか。上部には高音と低音の調節ダイヤル、ラジオのチューニングと音量調節ダイヤルがあります。このダイヤルを回してチューニングする感じが懐かしいですね。初代ゲームボーイみたいなレトロな液晶パネルもついてます。こちらはモードスイッチ、 Bluetooth や CD、テープ、カセットなど使用するモードを選択します。ラジオを使用する場合はお隣のバンドスイッチで AM や FM などを選択。こちらは Bluetooth や USB、マイクロ SD の操作部、ホルダー選択ボタンや録音ボタン、削除ボタン、
モードボタンなどがあります。このクロスベースボタンを押すことによって重点音のオンオフをすることが可能。出力レベルに合わせて動く浮遊メーターのギミックもいい感じです。こちらは CD プレイヤー部分。90年代に入ると丸っこい CD ラジカセが主流になりましたが、角張ったタイプは珍しいですね。初期状態は得体の知れない CD 型の紙が入ってます。意外と寿命が短い CD の音をデータとして保存することもできます。 CD の操作ボタンは再生、一時停止の他にプログラムモードやリピートモードなどのボタンが配置されています。お隣はカセットデッキ部分。中にはおなじみの注意事項が書かれた紙、その下にはカセットテープの操作ボタンがあります。カセットデッキはショークヘッドと録音再生ヘッドの2ヘッド。説明書にはノーマルカセットのみと記載してありますが、再生だけなら一応ハイポジとメタルテープも可能です。カセットを入れて再生してみます。ノーマルテープなので音質はそれなりですが、どこか懐かしい温かみのある音。ちなみにマイクロカセットは入りませんので要注意。下部にはマイク入力、マイクを使った際のエコーとマイクボリュームダイヤル。試しにマイクを接続してみましょう。よっこいしょいちっと大丈夫ですかね。イニシエの伝説のマイクへテスト中。ちょべりぐちょべりばパターン級。エコーもかかっていい感じ。昼からビールで片手にマイク、今日もご機嫌に歌ってます。環境によっては音量に注意が必要ですが、なかなかご機嫌に歌えます。カセットテープに録音してプレゼントするのも良さそうです。マイクロ SD と USB はこちらに挿します。外部入力端子とイヤホン端子もついているので、いろいろな使い方ができてとても便利。レコードプレーヤーを接続することもできちゃいます。背面はこんな感じ。持ち運びに便利なハンドル付き。ただバネとかが効いてるわけではないので持ち損じてガチャガチャ言いがち。ラジオを聞くときに伸ばして使うアンテナ、ここにはバスレフポートがあります。豊かな低音が特徴のバスレフ型、音を聞くのが楽しみです。こちらは電源ケーブルの差し込み口。使用する際は電源ケーブルを挿すか、こちらに単一乾電池8本入れると使えます。災害時いざという時に使えるので備えておいてもいいかもしれません。こちらはリモコン。軽くて全体的にザラザラしたプラスチッキーな質感。モード選択や再生設定、音量調節などリモコンだけでできちゃいます。使ってないときは寝かせておいてもいいですし、立たせることもできます。果たして CD ラジカセにリモコンが必要かどうかは置いといて、サイズ感といい、ボタン配置といい、結構使いやすそうな感じ。このラジカセ Bluetooth スピーカーとしても使えるので、以前動画でもご紹介したラジカセとスピーカーの音質を比較してみたいと思います。
いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した CD ラジカセ、昔のハイエンドラジカセほどの高級感はありませんが、音もなかなか良く、 MP3 データや Bluetooth も使える便利な1台。まあこの機能でさらに高級感を出すなら、今の物価だと4万円台じゃ厳しいですよね。様々な録音機能や入力端子、カラオケもついて、いろいろと遊べる令和版の CD ラジカセ。昭和を知る大人の世代やラジカセを知らない世代の方にもおすすめです。アンチショックメモリーといって、肩に担いで運んでも音飛びしない機能がついてるんですが、果たして令和の時代にラジカセを肩に担ぐ人がいるかどうか。というか昭和でもそんな人見たことありません。とはいえ電池でも使えるので、車に乗せたり屋外で使えるのはいいですね。レトロなアナログに令和の技術を搭載した面白い CD ラジカセでした。